おぉファイテンのローション。おぉ徳さんも塗ってたやつ。おぉやばい、これこれ痛いってことはやばいってことですか。まあ筋膜がくっついてる。もう痛いんですかこれ。めっちゃ痛いよ。吸い付いてる感じ。これ一回これちょっとストップしてもいいですか。見てこれめっちゃ吸い付かれてるのよこれ。これ動かされてこれまた離れてくれへんねんこいつ。吸盤のごとく。めっちゃ痛いよ。お願いします。これは何なんですか。これは筋膜を剥がす。筋肉にくっついてる筋膜を剥がす。あー痛い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 。めっちゃ痛がってるんですけど大丈夫ですか。痛いです。僕らの兄貴はちょっと皆さんめっちゃ痛がるのこれ。大丈夫ですか本当、うん、兄貴なかなか見たことない。あの我慢強い兄貴がこんなに痛がってるとは。痛い。これは痛い。演技ですか。アホ。これで俺もう次打席やけどもう握れないぐらいの。クリック持ってかれた。ダメじゃない。逆にこれでホームラン打ったらお前。でもこれでいいんですか。これこの辺がすごくいいと思いますよ。この辺やらんほうがいいですか。あまあ炎症来てるところはあんまやんない方がいいですね。今プロ野球選手とかトップアスリートはみんな大好きで。こっちみんなそういう店行ったりとかトレーナーさんにやってもらうか、あとは自分で覚えたり。でもベンチでいきなり肘調子悪いですって言ったら、はい、カッピングやりましょうかって話になって。カッピング職人。カッポニ専門家の方。カッピング専門家。山本です。山本さん。山本です。カッピングぜひ。すごいカッピングを進めてる方。ファンクショナルカッピング。なんか気持ち晴れてる気するけど大丈夫か。赤く真っ赤になりますね。これキスマークみたいにこう血液が上に上がってくる。大丈夫ですか嫁さんに。なんでやねん。右手全身吸い付こうのはどこにおんねん。いやでもほんまに腫れ上がるぐらい今来てるで。バーって熱いっすか。熱い。今ほんまに血ブワーって出てる今。これ肩甲骨周りやるといいかもしれないですね。肩甲骨周り全身やってもらったらいいんじゃないですか。ありがとうございます。すいません。うわこれで打てるんじゃないですか。打てるし投げれる。君に投げるのはまた来週。何回目も来てるね今何回目もね、はい、やっぱ抑えに行かないと。いありがとうございます本当に。何ネックスか。俺5番やからね。あ、まだか。やってみた。やる？ 2、3、4、ジャンプ。ダイナポーズ。ちょうどここ。よくわかんないスイングしてる。何もやってない。じゃあ、ドバイドバイ。ハンデハンデ。車で。さあ勝負。